こんにちは。Amazon サポーター、アフリヒリオです。今日は、ストランデット、インベントリー、に販売されてない在庫。これの表示があったら、まあ、販売できるように修正するんですけど、ここ1週間くらい前から、システムのバグなのか、表示内容が出タらめになっています。例えば、この画面でね、この f i x クスストランデッド クリックすると通常は対応すべきリンク出てくるんですけど、あの表でね、えー、この違反とかね、これが足りないとか、価格エラーとかなんか出てくるんですけど、今回出てこなかったと。で、メールをチェックしたところ、えー、価格エラーで出品を取りやめましたとね、ね、えー、いうふうになってます。ただ、えー、価格エラーという割には、もうカタログそのものが消えてるということでね、まあ、ね、表示と合ってない。 いろいろチェックしたところ、このセーフティー、コンプライアンスの情報、バッテリーが抜けてたというのでね、えバッテリー情報をセーブしました。まあ、価格エラーなのにね、えなんでん、価格エラー、バッテリーなのにねえ、なんで価格エラーで送られてきたのかと思うんですけど、まあ、実は先日もね、えー、カタログに禁止用語が使われているので、カタログ削除しましたと、ね。ブランド登録者へ連絡して、カタログ修正を依頼してくださいと。 いうメールが来てました以前だったらね、えー、まあ、自分で直せって言って、えー、直したけど直せないというケースが多かったんですけど今回は逆ですね、えー、連絡して直させろと直すようにお願いしてくださいというの来ましたけどまあ自分でね修正したらあっさり直ったというのもありました、まあ、おそらくねしょっちゅうシステムいじってるんでこの、えー、連絡内容がね、えー、若干指示が違うというのはあるんですけど 今回はね、この、えー、自分で直せるものをね修正依頼しろって言ってみたり、えー、カタログ削除したってんのにね、えー、価格エラーですというのが来たりね、まあ、かなりこのなんか通知の精度が落ちてるんでね、えーまあ、こういう間違いが他にもあるか、逆に間違えた連絡から、ね、正しく修正できるってのはちょっと難しいと思うんで、まあ、類似のケースがねいくつもあれば、この場合はこう直すというのがね、えー、私にもわかってきますんで、まあ お気軽にご相談ください。まあ、これが一過性のものなのか、精度が低くなってこれがしばらく続くのかはわかりませんけど、いずれにしてもね、ルイジム計算何回か相談を受けてれば、まあ、対応できるようになりますので、えー、販売できてない商品、あるいはね、なんかメールが来てますというのはね、お気軽にご連絡ください。お待ちしてます。甘酢石サポーター、堀秀夫でした。